今年度の文化功労者に1964年の東京オリンピックウェイトリフティングの金メダリスト三宅義信さんやファッションデザイナーのコシノジュンコさんら15人が選ばれました。普通は夢を見ながらそれを目標を立てるんですが、これだけは全く本当に夢の夢でね、私自身は驚いています。本当に、その名誉なことでね、もう本当に光栄に思っています。まさか私に回ってくるとは全く思ってもいませんで、まだまだなんでしょう、やる気ムンムンですから留守をいたしました間に家内が聞いたらしくて、もちろんお受けいたしますと言ったが、いいかって言うから、それはもちろんですよと申しました。一方、文化勲章には光触媒の発見で知られる東京理科大学学長の藤島明さんら5人が選ばれました。